『新平家物語第』第384回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。 若の壺なぜかその日の夕べごろから平家方では動揺を見せていた昼間陣中へ捕らえてきた草刈りたちが訴えたというのである百姓たちの証言を総合すると木曽方は密み密つみつに今宵の野襲を図っている。 小立林の祠に火をかけ、それが合図になるだろう。すでに、昨日以来、平岡野の陣地から山寄りの方角へ数千機の兵馬が続々出ていった。おそらく、平栗などの山地を経て、平家方の後ろへ回って出る支度かと思われる。というのである。動様はそれからのことらしい。しきりに物見が出入りし、伝令がかけ飼ううちに、行走のすごい夜空となった。 今にも大雨を持ってきそうな風模様である。そくそくと人の心にも不吉が暗示され、妄想が呼び起こされた。確かに、基礎の人気は常ではない。一点の柿も見せず、あまりに鳴りを潜めておる。やがて来そうな嵐を見越し、暗夜に乗じて寄せんとするのであろう。 もし散歩を突かれたら我らの後ろは大我小が無数の沼地ばかりだし季節も浮きこうした意見が威わくの意見としてでなく陣地の随所で思い思いに言い交わされた。 すぐ、威嚇のうちから確たる方針が下されでもしていたら、あるいはこの不安も最小限にとどめられたことであろう。しかし、これもり以下、諸将の考えもそこでは一致せず、また、即断を書いていた。とこうする間に、私卒の心理は恐怖的な盲言にくるまれて、怯えが怯えを呼ぶ状態になってしまった。そして、下からのそれが、逆に威嚇の首脳たちを老狽させた。 万が一にもここで敗れたら全軍溺れ死のうもしれぬ。事態、大河や沼を後ろに持っての超人も大きな不利。ともあれ、敵の寄せの間にここは引いて、あたかる席に寄ろうぞ。あたかい退ここれもりの主張だった。最初からの彼の主張である。今はそれに反対を唱える者もいない。それほど陣馬の海は揺れ騒ぎ、軍自体が浮き腰になっていた。 戦えと霊が下ると割れがちに闇をなだれ始めた幻覚の敵に追われ出したのであるそのころもう雨は降り出していて夜はいよいよ暗かった秩序も霊も行われずただ先ばかり急ぎあったこの大人を知るや否義仲は木を外さず自陣を進めた者のなのである彼に野州の刑などはなく単に採策を用いて流言を行ったまでのことだった それが核も気候をそうとは、義仲自身すら意外なほどであったろう。しかし、平家型のしんがりは基礎税の前進に、果たしてとばかり驚きを新たにして、これを中軍に伝令したので、これ森以下幕僚も大いに慌て、もちろん、全軍の武将や卒はいよいよ逃げるに急な混乱ぶりを巻き起こした。 そのため、手取川の支流、幾筋もの川や沼に足を取られて、我から溺れ死す者、1004人と古希には言われている。かつての藤川、角た宇治川などの例を見ても、当時の戦行動にとって、河川や沼ほど難重なものはなかったであろうと思われる。そしてまた、河川そのものの姿も、決して今日のようではなかった。 手取川は後の名である。昔は平川と言われていた。その他、石川軍の山奥から加賀平野へ落ちてくる水は、気ままに暴れ放題に大小いくつもの河川を描いて押し流れていたにも違いない。そういう知的条件の上で、その頃のあたかは北陸道での唯一の関所であり、馬屋寺の町でもあった。他に旅人の通路とてなかったのである。 で平家の残軍三万余騎は西へ渡り越えて船橋を立ち川船を引き上げあたか篠原に渡る地帯に盾を連ねてカタツムリのような守りを固く取ってしまった斎藤の別途おられるか帳張りを訪れた四五名の武者はうちを差しのぞいて声をかけた物憂げにうちでは実盛の依頼がした。 まだ日も暮れぬに早出向くのか。若い者は気が早いの。外の面々は苦笑しあった。そして実盛が幕を上げて身を表すのを待っていた。伊藤九郎、又野五郎景久、増芳四郎重氏、悪七病過激清、宇都宮左衛門友綱など、いわゆる噴景の友薔である。 戦は負け続け、士気は上がらない。それに先頃からの退陣だ。陣にも生む、士気も腐る。そこで、一つやろうじゃないかという約束がこの仲間でできた。何かといえば、順守の会である。つまり、仁務の間に変わるがわる、自己の幕者へ友を招いて、酒盛りし合うことだった。今宵は、浮所三郎・重近が皆を呼ぶ番に当たっている。 折から基礎の動きもないようだし、うち連れて早めに誘いに来たのである。身支度でもしていたのか、実盛はやっとのことで、ええ、お待たせした、と、そのあから顔に朝のごとき髪をもじゃもじゃさせ、丸い背中を幕の陰から一同の前に見せた。何しておざったの歩み出しながら一人が聞くと、寝ておざったわい。 戦のない日は眠ると決めた。この閲覧いやわかるまいなおのおのはまだ若いその晩浮の三郎の陣所でも人々が酒盛りに興じているのに実盛はともすると居眠っていた若い面々は膝をつつきあってこの老大の猛録もいよいよ本物らしいぞとおかしくも思い哀れとも見るのであった そして折々には「別当殿」「斎藤の別当」と呼び覚まして灰を持たせると実盛はその度押しいただくような格好をして辺りとは無関係に「酒は良いもの」と言ったりしながら抜け歯だらけな口の内で赤い舌を鳴らすのだった。口数は少ないが こういうい座にも人中にも実盛はなくてはならない人物のようにこの仲間には慕われていた近頃耳が遠いらしく時々変な勘違いはするがその都度笑うのも嘲笑ではない自然な親しみから湧く温かい笑いなのである「別当殿いつもの今用はいかがです今宵はあの得意な歌は出ませるかな?」 今も亭主の浮木園三郎が愛想を持ちかけると実盛は顔を振って「出ぬのこう負け戦では歌いも歌えぬよ出るは席ばかり」と自分の老いをあざ笑ったするとまたの頃かげしさが「この座におる者はあらかた東国の人間でおざる」 平家の傾きを見ては平家を去り源氏の怒るを見ては源氏へ走るといったような器用な真似のできる人間どもばかりでござる。さればこの度は一条平家のために命はするものと覚悟を定め申しておるが実盛殿はそれにも及ぶ前にと真面目に言った。宇都宮友綱や武蔵の三郎有国などもいかにもとうなずきあった。 我らも、その際お勧すすめしたい。もり殿のお心はもはや、誰にも分かっておる。これまで平家にお尽くしあれば、もう善意は届いたと申すもの。今、あなたが基礎へ身を寄せたところで、誰も斎藤の別当を御知らずよ卑怯者などとは申すはずもない。半分は聞こえ、半分は聞こえぬようなもりの顔つきである。 聞こえたような節々ししではいかにも高校やらしい目地わを作って実りは神妙にうなずいていたけれど一向それについての返事はしないのでまたをかげ景久はぐっと彼の耳のそばへ体を寄せてなお解いた五郎太夫実森殿ん昔あなたは武蔵の国長井の将を領しておられたそのころ 詳しく申せば92年武蔵大蔵で合戦があった鎌倉の義友殿が義平殿をやって叔父の千条義方殿を不意打ちさせたのだそして義方殿の残したみなしごこそ今日の木曽のじ者義仲殿ではあるまいかうんうん当時木曽のじ者は確かまだ2歳の血のみご 鎌倉の水分の厳しさにつけなんとか助け取らせたいものよとその母と子をかくもうたのが畠山重義殿であったと聞くだが母子の身もまた危うくなったので重義殿は人に託してその幼子の養育を基礎の中原兼遠殿へ頼んだ兼遠殿を男と見込んで頼んだわけじゃそうかのはて 五編は一言のように仰せられるがその際後の木曽の家じゃまだ二つの緑子を手に預かってはるばる木曽まで参ったものは畠山殿自身ではなかったはずだ。武蔵の国長井の将の住人斎藤実盛殿ではなかったか <laughs> 古いことよな。 いかに以前の古事でもお忘れのはずはない。いや、老大がお忘れあろうとも、吉仲殿がこれを忘れてよいものぞ。なぜあなたは、木曽殿のもとへ、我は長井の斎藤実盛なれと頼ってはいかれるのか。平家への義理立てなれば、先にも申したとおり、無用でござる。難情汚しなどと、人も笑いましょうや。 むしろあなたが木曽殿に引き取られて余生の安穏をお見送りできるならば我らは嬉しゅうござる真実喜びと申すものああ実盛も置いたそうな彼はボロボロと涙を垂れて言った昔ただ両親に命じられてしたことを 今日の売り物にするほど実盛はまだ落ちぶれておらぬものとうぬぼれていたが今おのおののおすすめに預かって初めて身の盲力を知り申した。さはいえすでに都をたつ前に使えつるうふどのえもそれとなくおい間ごいを告げ。 赤錦のひたたれなどたまわって、根性を思い残すこともなく、みじまい申したうえ、れでたってまいったれば、さような配慮は、さらさらお心を煩わし賜わぬように。そう、物静かに言ってからまた、へへへ、鼻水などを見せ申して、 我ながら少子なことでござる。何を申すも人間おいては寝るか死を待つしかおざらぬものよ。あたらこよいの酒盛りを味の致したもおいのせいじゃ許され <laughs> 許されと再び触れたくもない様子だった。しかしさねもりが浴びるほどなこともない。 自然酒飲みたちは酒盛りを楽しまずにはいないものだやがて夜も更けておのおのは別れ別れに帰っていったその夜実盛は一人我が幕者のうちに座って何か思いにふけていた鏡を立て職を掲げ自分の顔を映して見ていた鏡の中には 74年の自分の生きてきた形見が「さん」として写っているこの顔この姿方法たる白髪は生きるがためにあえいできた生涯の苦労を物語っている黒髪の甲を白くなるほどまで生かされてきたこの一個の体は一体何を世にしのこしてきたろうか するところ自ら慰めうるようなものは何もない。憐れむべき老いの形外それだけがここにあるだけだ。そして形外が今形外を見つめ及ばない生涯の残機をしているに過ぎない。けれどこの形外を持っている以上世のを方偏も耳に入れば 気にもかかる部門であれば手筋の義理などもなかなか捨てがたい。今宵も友はああ言ってくれたりしたが、千年藤川に戦わずして一人先へ都へ帰ってしまったことは、その後もいつまで自分に立た,たって、煩わしい人沙汰にもされている。それにこの年では、もう。 物欲も出世欲もないので功を競う気なども毛頭ないあるのは死に方だけである今度こそはきれいにこの境外を自分で始末し生涯の善不善一切のしてきたことを帳消しにしてもらいたいものだとは都を立つ前からの願いであった。 サネモリは食を切って鏡を覗き込んだ。五本の指を串としてバサたる白髪を描き上げる。人知れず洗っておいた髪は油気のない朝のようだ。やがて傍らの壺を膝のそばへ引き寄せ、彼は我が白髪を染め始めた。鏡の中の顔は 若い日の実盛を取り戻したように若いで言った次回は「あたか篠原」です。よろしければ いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は画面右下のザのマークからどうぞ。